どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあどうも皆さん、テッシュカップお疲れ様でございました。頑張られた方、なかなか残念な結果になってしまった方、本当にお疲れ様でございました。本日はですね、KC カップにてちょっと流行ったデッキ、ちょっとね一周後バーって流行ったデッキご紹介していきたいなと思います。まあちょっと強いデッキですね。でこれ元々のギミカどういうデッキかっていうと、僕のモンスターカードっていう、スキルを採用したキャバルリーを絶対出すっていう、僕キャバっていう通称僕キャバっていうねデッキとなってます。これね、確率細かく計算すると大体 87% 先行だと 87% でキャバルリーが出るっていうデッキなんですよ。でこれデッキの大元のギミックがもうね、 KC 前 2,3 日前ぐらい、始まる前にその春に教えてもらって、あの東吉原選手に、あの WCS2020 日本代表のね、でなんかこのデッキで走るかもしんないから隠蔽してくれって言われて動画にしなかったんですけど、なんかね、なんか知んないけど一瞬流行ったんですよね。まあやっぱみんな分かったんかな、なんか一瞬こうこれ強いんじゃないってなったみたいなことなんかな。でどういうギミックになっているかっていうとですね、僕のモンスターカードっていうこのスキルがデッキでレベル4以下のモンスターが6種類以上ある場合、初期手札にレベル4以下のモンスターが入りやすくなるよっていう、そういうスキルなんですね。でこれ3枚確定するんですよ。初期手札にレベル4以下のモンスターが3枚3体確定するんですね。だから結構簡単にキャバルリーが出せます。組み合わせってブレイズマンかバイオンと、あとなんか樹荫生物系のカードがあると、もうこのキャバルリー出るんですよ。だから結構簡単に出るんですよね。でね、アレイスターとか、あとサイレントマジシャンとか入ってる方もあると思うんですけど、あれはね確率が下がるんですよ。キャバルリーを出せる確率が下がって、例えばアレイスターを入れると、もちろんキャバルリーの打点が4000になったりするから強いんだけど、キャバルリー出せないパターンが結構あるんですね。ブレイズマンとなんかアレイスターになっちゃったり、まあ、プルガトリオしか出ないっていうパターンとか、そういうパターンもあるんで、今回はちゃんと先行でキャバルリーを立てるよっていう、まあ、そういうゲームに特化した気になってます。一応アレイスターはなんか上振れっちゃ上振れなのかな。一応ね、水属性が入ってるんで、沼地のマシン王とか沼地の魔獣王ってやつもいいんだけど、そういうの入ってるとアレイスターと沼地のマシン王とかでこう呼吸トスを出したりできるんだけど、今回はこのキャバルリーを出すっていう確率を極大化したかったんで、なんでもうバイオンにして、リミット1だからね、呼吸とすって、だからバイオンと併用できないんですけど、バイオンとブレイズマン、このバランスにすると一番高いと思います。融合獣院生物系のモンスターを 1,2,3,4 種類含めた5枚入れるのと、あと戦士とか4枚入れるにすると一番多分ねキャバルリーが出る確率が高くなるはず、俺の計算が間違ってなければ。で他のカードは結局このカードって対象に取る効果を無効にするじゃないですか。だから召喚獣とか結構強いんですよ。アレイスターの打点アップの効果って対象取る効果だから、あれ無効にしたりとか、これ自分の効果でも相手の効果でも無効にできるんで結構強いんですよね。まあもちろんこれ突起できるパターンなんで、タイミングを逃すっていうね、ブラックマジシャンとかだとたまにそのイリュージョン、ブラックマジシャンもブラックイリュージョンからの魔導陣からのなんかリリースして墓地の音をリリースしてなんかこう回収してなんかチェーン隠すみたいなパターンでこうやられちゃったりはするんだけど、そういうことない限りは基本的に対象に取ることが全部無効にするからすごい強いんですよ。でこのモンスターを活躍させたいがために、先行で立ったいためにこういうギミックになっていると。でね、まあもちろん強いんですけど弱点も結構たくさんあって、例えばですね、知らぬいのあやかし神とか、選んで破壊系ね、選んで破壊とか、あとオーバーフロー、サイバーティックオーバーフローとか、あと単純に霊神の静電貼られたメガラニカとか、打点で抜かれるパターン、あと BF ブラックフェザーの手数の多さと、あと千鳥とか、結構ね、あとモノロフとかね、知らぬいのなんかね、結構弱点が多いんですよ。なんでまあそこまでなんかめっちゃ爆発的に強いかって言われると、まあうんって感じなんだけど、まあ、結構キャバラリー自体が先行立たれると、まあ、割と積むデッキも結構多いので、まあ安定感がすごいあって結構強い面白いデッキになってます。なんかナグモンさんはなんかこれでだいぶなんか DP3 万だか4万だかまで上げたみたいなこと言ってたんで、結構強いかなっていう。
で他のギミックはもう自由枠ですね、まあ、融合2枚とそのこのモンスター以外は結構自由枠みたいなところって、まあ、コズミックサイクロンで、まあ、底なしケアとかね、うん、まあ、これ清掃とかでもいいですね、清掃とかでも。であとこのマジカライズフュージョンはこれもちろんサウザンドアイズサクリファイスも出せるし、あと、キャバラリー2体目も出せるし、あとめぐるがまあやっぱすげえ強い。これ結局なんか知らぬいのなんか選んで破壊とかの効果にこうチェーンしたりとか、あとあの5500になる戦神とか、あの辺をメタルためにあの生物を入れといた方がいいかなっていうのと、これフュージョンリカバリー、これクソ強いっす。あの融合絶対するんで最初で融合したら墓地の融合と融合素材モンスター、まあ、ブレイズマンかもしくは呪印系ですね、この辺のこのカードを回収できるんですよ。このカードだから手札が2枚になるんですよ。あ、1枚使って2枚増える、だから要は強欲なツボみたいなもんですよ、これ。だこれ結構強いです。で、あとは、これたまになんですけど、本当にたまに、ブレイズ、ブレイズ、ブレイズとか、ブレイズ、ブレイズ、バイオンとかなっちゃうことあるんですよ、手札が。そういう時のために、人掛けトリニティできるようにするのと、あとはまあ、あのブレイズ、ブレイズの時のためにノバマスターとかね、こういうパターンの融合モンスターを入れて完成みたいな感じですね。まあ、呼吸トス入ってる方ももしかしたらあるかも。というわけで、早速ね、僕キャバ、まあ、やっぱどうしてもね、先行キャバラリーって強いんですよ。これちょっとお見せしていきたいなと思います。デュエルスタンバイ。さあ僕キャバの実力をお見せしていきましょう。まずはブレイズでいいか、ブレイズマンを召喚、ブレイズマンの効果発動、融合を手札に加えていく、そして手札のよりマジックカード融合発動、フィールド上に存在するブレイズマン戦意速と融合順位生物ブラマジを合体し融合召喚、現れよ超魔導騎士ブラックキャバラリー、そしてフュージョンリカバリー発動。俺は融合と融合順位生物闇を回収していくぜ、つえー。ターン終了、これで対象鬼トルコが3回向こう、さらに次のターン何も起きなければもう1体キャバラリーが出るぜ、強すぎる。なんだ、あちらにこれ一応ネクロフュージョンとかマジカライズが入ってると、あのサウザンドアイズサクリファイスも出ます。さあこれなんだろう、まあ、ブラックマジシャンだったらこの時点でかなりきついはず、まあ、墓所だと思うんですけども、まあ、あまり墓所はあんま関係ないですよね、このデッキあんまりこのデッキ関係ないっても強いね、墓所が。最初のセット、おっしゃ、よし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 。あとは、注意、ブラックマジシャンで注意しなきゃいけないのは魔導陣の効果にチェーンしてロットの効果であのリリースするっていう、要はチェーン1魔導陣チェーン2ロットっていうパターンの時、そのパターンがチェーン隠されてあのタイミング逃すんですよ、あのキャバラリーの無効効果使えないっていう、それだけ注意ですね。まあ、一応次もう一回出るんでバイオンで、まあ、なんとかなる、オッケー。ロットがなければもう全く問題ない。あ、強い強っ、最強か。エレメンタルヒーローブレイズマンを召喚、ブレイズマンの効果発動、融合を手札に加えていくぜ、なんていう強さだ。ここで、ああなるほど、ここであれか、あの、あ違うか、ここで上手い人はねここでね、ナビゲート打ってきたりするんですけど、先行だったら、まあ、高校今もうあのキャバルに立ってる意味なくて、でブレイズマンとあこれあれじゃね、プルガじゃね、これこれプルカスじゃね、これプルカスも出せるんですよね、これがねいいんですよね、プルカスだ、これこれプルカスだわ。これブラックマジシャンが出てきたところ全部ぶち殺すか。ブラックマジシャン全部ぶち殺そう。打点がさ、大丈夫だよね、これ。ここと、ここで、融合だ。いけ！プルカス！ケーシーカップ、こいつにやられた皆さんも多いんじゃないでしょうか。いきます、バトル！これこっちからでいいのか、あ、逆か、間違えたか、プルカだったわ。ちょっと、ごめん、間違えた。殴る順番間違えていく。プルガトリオからだった、オッケー、あーこれプルガからだった、ミスった、プルガ出して出すまではプレイング完璧だったけど、ちょっと投げる順番間違えた、ごめん。魔導陣の効果発動、あー超魔導騎士ブラックキャバラリーの効果発動、これはまあそうは言っても融合か、でこうしてビビビビビってなってバチコーンって破壊して、で攻撃続けていく、いやこれ絶対プルガからだった、やべミスった、おらくたばれ、おらってや、間違えた、投げる順番最悪や、殴る順番間違えてなければ多分このターンでキル取れましたね、すいません、ごめんなさい。でキャバルリー最強だな、ほらこうなるんですよ、先行
キャバルリーガチで強くない。さあ お相手の方、もう一人の僕、もう一人の僕、よろしくお願いします。デュエル3倍、熱い戦いだぜ。よし、いいぞ、反動強い。このめぐれがね、なんだかんだ強いんですよ。これなんで強いかっていうと、そう、知らない、まあ、なんか今あんまりいない、なんかケーシーカップ中なんか知らない、あんま当たんなかったっていう話も聞くんだけど、あ、なるほどね。これね、ちなみに30枚デッキが多いんだった、芝刈りデッキね、芝刈りデッキが多いんだったら、あのデッキ枚数を多くすればいいだけなんで、スキルでそのこの課金モンスターが確定するっていうのは変わんないから、枚数を多くすればいいだけなんですよ、芝刈り対策は。なんか適当な、なんかあれですよ、適当な罠とかデモンズチェーンとか底なしとかそういうの入れて、ギャラクシーサイクロンとか入れて、なんかデッキ増せばいいだけなんで、キャメラリーが出る確率自体は変わんないから。なんで結構対応力あります、このデッキでね。めぐるがガチで強くて、知らないとかのその選んで破壊とかに結構対応できないんですよ、キャバルリーって。だからそういう時に逃げるっていう、バカラそのなんか外来たと、あ、じゃあちょっと後で来まーすみたいな感じで逃げるっていうのが結構強いんで、でここ一発キャバぶち込もう。ブレイズ獣院生物光でキャバルリーバチコって出していく。めくればセットしちゃってもいいな、手札ないし相手、めくればセットしちゃってもいいと思う多分これ。まあ一応エグゼクター出てきてもなんか打点で抜かれねえし、まあなんか別に何出てきてもベンデットは困んねえ気するけどな。まあ知らないが入ってるパターンが一番きついけど。さあいけ、エネミーコントローラー。お、なるほど、これは無効にしないとダメなんで、まあギャバルリーこうか。融合でいっか。別になんか、あー、まあまあこれ別にバイオンでもいいけど、まあ次のターン殺せるかもしんねえしな。でプレベリーパコーンってなって殺されていく。さあボーン使うか、ボーンは使うか、使うなら使え。よーし、でスレイヤーの効果、デッキから、ベンデット落として、ベンデットかい、デッキから手札に加えるっていう、まあ、結構強い効果ですよねこれね。非常に強い、1枚オロマイと、サーチ入れるっていう、めっちゃ強いこれ。まあめっちゃ強いけど、この3300のキャバラリー多分無限に超えられないんじゃないかなって思うんですけどこのカード強すぎだろ。キャバラリー3300どんどん上がりますからね、ここから打点がどんどん上がりますから。あの魔法トラップカード、フィールドおよび墓地の魔法トラップカードの数だけ、あの打点上がっていくんで、相手が魔法を使えば使うほど打点が上がっていくという。でん、よし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 、いいだろう、スレイヤーぐらいはいいだろう、ボーン、いいだろう、ボーンボーン、リベンデッドバースボーン、バースボーンでスレイヤーリリースして、でスレイヤー特殊召喚しながら、また同じことですね、スレイヤーが墓地行ったんで、ベンデットを墓地落としながら、リベンデット多分ボーンを回収するんじゃないか。オッケー、いいだろう、なんか破壊耐性めんどくせえな、墓所打ちてえわ墓所降りてえ、ちょめんどくせえ、破壊耐性が無限に耐久してきやがる。ヘルハンド、いいだろう、ヘルハンドがいいわ、許してやるわ。対象に取ろうか、ターンしろ、それはめぐれば、それはめぐったら勝ちでは、それはめぐったら勝ちでは、えい強すぎなんだけど、やばいってこのデッキ、やっぱ先行キャバルリーガチ強いわ。さあお相手の方、やべ、使い手や、芝刈られる、あのエクストラない、なんだこのデッキなんだ30枚エクストラなし、なんだこのデッキ、なんだ、やべえ、読めねえ、なんだこれなんだ、魔法の使い手30枚エクストラなし、どういうことだ。とりあえず、まあ、ちょっと脳死キャバリーだわ、脳死キャバ出していく。やっぱキャバラリー強いですよね、ほんと。これなんかやってることはまあスラッシュなんですけど、結局レッドアイツスラッシュドラゴンなんですけど、これ装備なくても使えるスラッシュなんで、これ強いんですよね、めっちゃめっちゃ強いっす。結局2級簡単、あ、芝が買ってくるんだ、あ、帝王か、帝王ね、あのね、帝王はあのやばいやつ、やばいやついんな、やばいな、これやばいかな、再臨の帝王で、帝蘇生ですね。これね、何がやばいって、これエルボスがマジでやばいんだよな。あ、あ、終わったやばいやばい、ちょ、あいつ強すぎやって、ちょ、こいつやばいんすよ、こいつらが選んでバウンスしてくるんですよ、
選んでバウンスとかいう、なんか、ほんとなんか異次元の除去方法を持ってるんですよ、こいつ。これやばいって。あっ、くったー。え、エレボス強すぎじゃない？ちょっと待って。これね、これエレボスっていうモンスター、ちょっとよかったらまた前の味方デッキを見返していただければなと思うんですけども、こいつね、こいつガチでやばいんですよ、書いてること。だから選んでバウンスっていう、なんか、異次元の除去法を持ってるんですよ、こいつ。でも出るわ、一応出る。一応出た。テーマ通して、なるほどだから、エクスタジオってことか。なるほど。これ永続じゃないから意味ないよね、コズミックしても。コズミックしても意味ない。まあ別にいいや。コズミックは取っといて、ワンチャン出るぞ。ワンチャン出るぞ。ブレイズ召喚で融合を持ってきて、融合と、ブラックマジシャン、沼地のブラックマジシャン、沼地のブラックマジシャンをで融合してもいいんじゃないか、これは。でもさ、ちょっと待って、エレボスいるから、プルーガか。プルーガ出して、打点足りねえんだよな。打点足りねえから、28突破できねえや。28突破できない、28突破できないか。つらいな。あ、つらいな。あれ、つらい。ちょっと待って、キャバロリー強いはずなんだけど。グレイズマンと沼地で融合していく。で、キャバっていく。キャバっていく。で、打点高い。打点高い。バトル入っていく。で、スパイラルシェイバー行こう。スパイラルシェイバー、おらー。で、ターン終了。あれ、ハンドエレボスなんですよね、確か。ハンドエレボスなんですよ。ハンドエレボス。え、ちょっと待って、これ無限にさ、無限にエレボス突破できんけね、これ。これやばいくない、このモンスター。強すぎなんだけど、このモンスターやばい。なんだなんだこのデッキ。え、なんでデッキバランスがマジで。日本語使えよ、お前。日本語使えよ、これ。日本語で OK 状態だ、これマジで。ふざけんなよ、こいつ。つえー、エレボスつえー。